Google Analytics は Google が無料で提供するウェブページのアクセス解析サービス。もともとは Google が2005年に買収した米国のウェブ解析ソリューションプロバイダーアーチャン社の技術を利用している。利用者と対象サイトを登録して対象サイト内にタグ埋め込むことで基本的なアクセス情報として以下のものが入手できる。Google Analytics ではタグ埋め込み型や ウェブビーコン型とも呼ばれる手法を用いている。ウェブサーバー側で訪問者のアクセスログを収集しておく、サーバーログ解析型や、ネットワーク上のパケットを取り込んで分析する、パケットキャプチャ型のように、専門知識や専用装置が必要なく容易に導入できる。ブログサービスの中には、ブログ側でガのトラッキングタグを埋め込むことができないものがあり、ガを利用できない。 グーブログ、ヤフーブログ、アメーバブログ、エキサイトブログ、楽天ブログ、ワードプレス .com では使用できず、ココログではベーシックとプラスで利用できない。ありがとうございます。